愛という名のもとには、1992年1月9日より3月26日まで、毎週木曜日22時22時54分に、フジテレビ系列の木曜劇場枠で放送されていた日本のテレビドラマ。主演は鈴木保奈美。最終回は人気を受けて、また脚本の野島伸司からもう少し書きたいので時間を延長してほしいとの要請もあって、当時としては異例の15分拡大版で放送された。野島伸司脚本らしいスピーディーな展開、不倫、自殺未遂。強姦未遂、仲間の自殺、今に言うパワハラ等、トラブルや不幸のオンパレードは、もちろん、ダイアル Q2、学歴社会、フィリピーナのジャパユキさん、ゴルフ場乱開発による、自然破壊、ボランティアといった、当時の世相を反映した内容、そしてストレートな理想主義的セリフなどが、独自の世界を形成した。東京ラブストーリー。101回目のプロポーズと続けて 30% の視聴率を記録したプロデューサー、太田亮が1本ぐらいここでこけてもいいだろうという余裕から本作を企画した。大田は1967年の森川時久監督の映画若者たちを見て感動し、若者たちと岡林信康のイメージで青春群像を発案し、野島伸司に話を持ちかけた。一方、野島は、野島で1985年のアメリカ映画、セントエルモスファイアーと、浜田省吾のイメージでそのアイデアを膨らませた。この4つのイメージから、本作の世界観が生まれた。大田は、浜田の音楽がなかったら、このドラマは作らないくらいの意気込みを持って、主題歌交渉に当たったという。その際に大田が希望したのは歌詞に、サラリーマンの葛藤が歌われている、J.BOY のような、新曲の制作だった。しかし浜田は、新曲は、スケジュール的にできないが、悲しみは、雪のようにだったら、ドラマのテーマに近いので使ってほしいと提案した。テレビに出ない、タイアップもやらないという活動スタンスを持つ浜田がなぜ、タイアップを了承したかといえば、ドラマの内容が浜田の曲と合致しているのなら安易なタイアップにはならないと判断したと言われる。また、悲しみは雪のようにという曲に光を当てるチャンスだという読みもあったとも言われる。大田はドラマ全体を浜田省吾で染め上げることで浜田の好意に応えた。ドラマのタイトルを浜田の曲で愛のつくタイトルの中から愛という名のもとにを選んだほか、ドラマ内でも、ラストショー、J.BOY、もう一つの土曜日など、浜田の曲が多く流され、さらに各回のサブタイトルに、第1回、青春の絆、第4回、涙溢れて、第8回、君が、人生の時、第9回、偽りの日々と、浜田の曲名をずらり並べ、まさに浜省祭り。ただし、クライマックスシーンでは、岡林信康の、友よが流された。第10回、友よ、最終回、私たちの望むものは、は、岡林信康の曲の題名。浜田のドラマタイアップは、本作で最後となった。浜田は、それまで、マスメディアに露出することが極端に少なく、一部の熱狂的なファンに支えられている存在であったが、本作での主題歌起用で、ファン層が飛躍的に拡大した。しかしプロモーション等には一切協力せず、割れ勘せず、とばかり、曲が大ヒット中も海外に逃避した。主役の仲間が7人、ボート部など、設定の類似があり、1985年のアメリカ映画、セントエルモスファイアーの氷説ではないかという指摘が出たが、前述したように、本作は、セントエルモスファイアーをイメージの一つとして、創作されている。第1話の内容は1年前に放送された、山田太一脚本、不揃いのリンゴたち3、1991年の第1話に酷似していた。平均視聴率は 24.5%、最終回には最高視聴率 32.6% を記録。これは夜の10時台としては驚異的な数字であり、最高視聴率は2017年6月22日現在、木曜劇場全作品の中でも歴代1位の記録であり、また、同枠では平成初期の最大のヒット作でもある。脚本家、野島伸司は1988年にデビューして以来、コンスタントに佳作を発表してきたが、取材というものをほとんどしてこなかった。しかし、このドラマでは代議士秘書や病院関係者、環境保護団体の人、証券会社の人に取材をし、なんでこんなに面白いことを早く教えてくれなかったのと思いましたよ。ある部分で深みが出ます。話も持ちますしと漏らすくらいに取材の意義を実感している。野島は、それまで君が嘘をついた、素敵な片思い、101回目のプロポーズなどの純愛を描いてきたが、本作で若者の闇を描いて以降、作風を激変させた。本作以降、高校教師、一つ屋根の下、この世の果て、人間、失格例えば僕が死んだら、未成年、聖者の行進と、過激な設定や、描写の作品を連発した。この、愛という名のもとにで、その後の社会派、ドラマ路線への足がかりを得たと言われる。大学のボート部で、青春時代を共に過ごした。男女7人の仲間。そして1989年の大学卒業から3年後、恩師の葬儀をきっかけに再会するが、新しい生活と年月による思想の変化を実感。同時に、不倫に悩んだ、直美の自殺未遂騒動をはじめ、各人の持つ様々なトラブルが浮上。そして、健吾と貴子は、婚約をし、皆から認められたと思ったのだが、政界の妻として働いてほしいという健吾、教師の仕事を続けたいという貴子、そしてそれぞれの持つ家庭環境などの事情から暗礁に乗り上げる。その直後に大学生の頃、健吾と時男が自分をめぐって争ったことがあると知ってしまった。それぞれの理想と現実のギャップに悩み、もがき苦しみながらも前を向いて生きていこうとする彼らの答えは、どこにあるのだろうか。1992年3月16日付、スポーツ日本芸能面より。再放送では、最終回は、前話のラスト部分と本放送では、カットされた部分を追加した30分拡大バージョンで、放送されていた。ABCDEFG 木村隆史。第4回ドラマ解説者、木村隆史が選ぶ。令和にも残したい。平成の名作ドラマ野島伸司の転機、史上最悪の問題作とは？おすすめ平成4年ドラマトップ3。マイナビニュース。マイナビ。2020年7月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年3月17日閲覧。ABCDEFG 批評、P75 ハット ABC。1992年2月、悲しみは、雪のように、浜田省吾をこの曲なら、と、本人が推したドラマ主題歌 ABCDE を越し、まさみ、浜田省吾愛の世代の前に、日本のベストアルバム-フォーク&ロックの25年、新興ミュージック、1992年、143ページ。ISBN 978-44016140352。2012年度四半期視聴率でも低迷が続く、フジテレビ。凄腕プロデューサー、太田良氏の大抜擢人事で、三冠返り咲きはなるか？現代ビジネスイスメディアハット、週刊新潮1992年1月23日号、P23、週刊読売1992年3月8日号。ピアニッシモ 34-35 平均視聴率は1998年に眠れる森が更新。AB シナリオマガジンドラマ1992年2月号。永準社、ただし、今で言うブラック企業。パワーハラスメントを受けていた貴子も後にあだ名で呼ぶのをやめる。時男はその後すぐに自己都合退職した。本作のタイトルとしても用いられた大沢。ありがとうございます。